私の家に人が入り食べ物に毒を混ぜた可能性があるので塩や砂糖を含めて家にある全ての食料を入れ替えるように言われ外食をやめて家で食べるように言われました私は笑顔で話をしているからといって楽しい生活ができているわけではありません非常に高い代償を支払い常に緊張感がありリスクは高いです 高いリスクの中でも情報を発信し続けてきたソロベイ氏が強く主張しているのはプーチン氏の影武者についてです当初は安全上の理由で使われていました例えば3つの車列が出発しそれぞれの車列のどこかの車の中にプーチンが乗っています3つ場合によっては4つの車列を使う時がありそのために2人の質の高い影武者がいました私が知っている限り今も2人です校庭にいる時も地上の建物ではなくバンカーにいることが多いです地上に出るのは極めてまれです 影武者はプーチンにとって身を守るためのツールでもあるし政治的な問題を解決している存在でもありますその中でも最近はプーチン氏の健康不安による影武者が増えているのではと言います習近平との会談の前にプーチンはしっかり準備をしましたしかしその準備とその会談を行った結果体調を崩し今も体調不良が続いています 重い病気が診断されてからプーチンは人前に出て活動することが徐々にできなくなることが明らかになり影武者が代替役を演じることができるよう準備が行われましたちなみにロシアのプロパガンダに反しプーチンはかなり前からアイスホッケーをしていません影武者が代わりにアイスホッケーをしていますルカシェンコはそれを知っています自身が暗殺されることに恐れを抱いていることに加え健康不安を抱えているというプーチン氏 表舞台で影武者が活躍する一方で政府内ではある変化が起きているとソロベイ氏は言います本物のプーチンかどうか判別できる興味深いポイントを教えましょう影武者が会議に参加している場合パトルシェフは参加しません本物のプーチンでないと話す気にならないのですパトルシェフ以外にもボルトニコフも影武者が参加する会合には参加しません強制されなければの話ですが影武者の活動が増える一方 政権内では来年3月に行われる予定の次期大統領選に向けた動きも見え始めているといいます私が知っている限りそれはありえない大きな政治的な危機が始まります 政権を握りたい人たちは準備を進めているし成功できると期待しています今は安全保障会議のパトルシェフ派が最も有力で表に出ている唯一の派閥でもあります本来はミシュスチンが政権を引き継ぐべきだがパトルシェフは息子のドミトリーを大統領にしたいのです はいおの政治アナリストで歴史学者のソロベイ氏はプーチン氏が暗殺と健康不安から影武者を使っていて影武者は2人重い病気の診断をされてから人前に出ないよう準備していると話した上で次の大統領選にプーチン氏の出馬はありえないとしパトルシェフ派が最も有力だと発言していますこうした発信を続けるソロベイ氏ですが彼に対する暗殺未遂や逮捕や拘束も過去に数回さらにエリートを養成する大学教授の職も追われています ましょうかこのソロベェイ博士ですね、まあ、発言内容はかなりです、ね、刺激的で例えばただウクライナの戦争を事前に的、まあ、中させたりですねいろいろやっぱり情報をしているんじゃないかというふうにも捉えられているようですただこう暗殺未遂があったり逮捕されたこともあると言いながらそれともこうしておられのインタビューに答えてつまりプーチン大統領の健康不安もかなり重要だと言ってみたりですね最も機微に触れることを自由に発言してまあいろいろあったにしても許されているように見えるわけですね。 これ信憑性とと含めてなぜだと思いますかあ,の、まあ、ある程度そういうその政権内部とのです、ね、人脈とかがあるがゆえにです、ね、そういうまあ思い切った発言をしても容認されてるという部分はあるんだと思うんですただ信憑性という面から言うとあのおそらくソルベイ氏はです、ね、プーチン大統領にやめてほしいという大きな動機があると思うんですねーーでプーチン大統領がもうすぐ辞めるってことを繰り返し繰り返しから言ってきていて最初に言ったのは2016年に来年辞任すると言ってーー2017年に18年の大統領選挙には出ないと、まあ、今回と同じようなことで,なるほどで20年に来年辞めるんだみたいなことを言ったりしてそれはすべて当たっていないわけですね。どということでまあかなりこう留保つけて受け なきゃいけない情報だとは思うんですけれども、しかしまああの非常に尊敬を受けてきたあの教授でもあり、しかもそういう,うあの活動がたたってまああのあの国,国際関係大学を退職せざるを得なくなったんですけれども、はい、引き続きこうそうやってこ活発に活動しているということで、まあなあのまあ何らかのこうそういうことが容認されるようなあ立場にはいるんだろうなと思いますね。うん、京都さん何らかの容認される立場よくわからないんですけど何でしょうね。それはまあ政権中枢部のまあプーチンの要人側近、まあどの程度のコネクションがあるのかというのちょっとわかりませんけれども、うん、やっぱりそれがないとちょっとここまでの露出そして発言というのはやっぱりちょっと許されないんだと思うんですね。です,、ね、ですやっぱり。 何らかのコネクションがあっても、はい、プーチン氏が全部を掌握すればお前なんであいつを言葉を掘ってるんだなな、はい、なんてことにならない、はい、でそこでやっぱりこのキーワードになるのがこのパトルシェフ派ということで、はあ、パトルシェフっていうのはまあプーチン大統領がこれまで全幅の信頼を置いてきた最側近と言われる人なんですがこことのコネクションがもしあった場合にですね、はあ、あるいはまあ間接的にもここにつながるようなところがあったりなんかすると、まあ、最近ちょっとこのパトルシェフ氏もですね、まあ、プーチン大統領からまあ距離を置き始めてるんじゃないかみたいなその指摘もありますし、まあ、先ほどの影武者もですねいる場合にはパトルシェフ氏もこの会合に出ないとい発言があります。 ま、うん、あれも正しいかどうかちょっと別にしてもですね。うん、ですからまあそういうそのつながりがなんかこうあったりなんかすると、えー、このまあ半プーチン的なこの立場であるこのソロベイ氏からするとですね、うん、あのそういうその政治的なつながりがある可能性もですねあるんじゃないかという,う思います。そうですか。プーチン政権内部で何が起きているのかそのきっかけとしてこれを見てまず見ておきましょう。吉永さん。はい。こちらにポストプーチンと言われる人物をまとめました。プーチン氏を支える KGB 出身の人脈。その中でも右腕と言われるパトルシェフ安全保障会議初期です。ソロベイ氏によりますと今パトルシェフ派が優勢でポストプーチンにパトルシェフ氏の息子を付けたがっているという。 ことですそういった内部情報を載せている SVR 将軍というサイトにはプーチン氏の健康不安説やウクライナ侵攻の内情の暴露そして影武者の使用などについても発信されているのですが日本のある元外交官はこのサイトについてプーチン氏に意見を聞いてもらえずフラストレーションがたまった時期にパトルシェフ氏が作ら,れた作らせたものという話もあると述べています、うん、この SVR 将軍というのも先ほど聞いていただいたソロベイ博士のいろんな喋ることにもある通じるものがあるんですね。実はここれソロベイイ博士インタビューしたらこの,の SVR 将 これ作っている人物の一人ではないかということで、一時逮捕されたりしたということもあったようであります。でも、先ほど同じでいうと、パトリシェフ氏がですね、これプーチン氏と距離があって、プーチン氏に意見を聞いてもらえないから。 プラストレーションが溜まった時期に、この情報を流して作らせたということが、もし本当ならば、これは何を意味しているのか。さて、これ、兵藤さん、先ほど続けて言うと、ころのパトルシェフ氏というのが、やはりキーワードになりそうです。これ、どうご覧になりますか。うん、まあ、本来であれば、まあ、両いうのは厚い信頼関係にあったということだと思うんですけども。うん、まあ、パトルシェフ氏というのは、今回のウクライナ侵攻の、まあ、諜報人というかですね。その主,主導者というふうに、こう見られてますけれども、ああただ、結果として、うまくいってないわけですよね。はいはい、で、まあ、どちらかというと、この戦争が長期化する中、このプーチン体制、どうなるんだみたいな。揺らいでくる可能性も出てくる中、うん、まあ、この両者に、この隙間風というんですな、亀裂のようなものが、もし。 入っているということであれば、うん、このポストプーチン体制とことをまあ考えた上でですね、うん、え何、ー、とかこの自分たちの、えー、この KGB 出身者のこの派閥が生き延びるために、まあこの息子をですね、まあ次のこのポストプーチンにこう、えー、据えるとかですね、まあいろんなこの動きを始めてるんじゃないかという指摘はあ,<ー>あ,あることはあるんですね。ですから、まあそこでパトリシェフのお墨付きをこうもらったような形でこの s v r 将軍というですね、この内部情報のリークサイトみたいなものがまあ共用されている、まあその可能性もあるんじゃないかと。で、まあそれべはかもこれに関連してるんじゃないかというこの疑いはあるんですが、うん、まあご本人は指定しているんですが、この s v r 将軍というのもまあ複数の人たちが。 関わっていると思われますし、まあかなり内容はソロブヤ博士が言ってることとまあ似てる部分もあるんですね。ですからまあそういう意味からすると、そのソブヤ氏も、えー、この動きにですね、うん、何らかの形で関わっている可能性があります。で、ただ最終的にはこプーチン大統領がそういう動きを察知して認める、まあなんですかね、もうそういう動きをさせないというまあ行動に出るかどうかということもあるので、あの一概にまあこういう動きがあるからということで、まあすぐにその、えー、来年の大統領選挙でですね、まあプーチン大制が終わるとかですね、そういうふうな、まあ、単純な話にはならないんじゃないかというふうに思います。なるほど。こちらの我々の番組でもですね、プーチン大統領はなぜ大統領になったかと時の当時のまあドキュメンタリーを見たり、いろいろ過去を見るとですね。はい まあ、KGB でプーチン氏は中佐だったとパトリ氏は大佐だったと中佐というのはポストとして相当まあ低いというかです、ね、トップになるには相当まあ よくなった時きにも高官中佐というふうに言われたりもしたと聞きます。そう考えると年齢的な一個上で先輩に当たって、しかも位はもともとはパトルシフの上だと。そうあたりの微妙な関係というのもあるんでしょうか。そうですね。おそらくまああの KGB 内部でのまあ力関係というかまあ,あの保守本流という意味ではパトルシフの方があの主流派にいるべき人物だったと思うんですね。そこ、ね、れまあいろんな思惑があってプーチン氏がですね FSB の長官になり、その後パトルシフ氏がなるという巡り合わせになって。うん、だからまあそこにこうあの両者にですね微妙な感情的なですね思いというものがある可能性はあると思うんです、ねうん、ただやはり繰り返しになりますけど今回のウクレムセンソウっていうのはうパトルシフとプーチン大統領 うん、まあ思想的的ににももそしててああ権力構造的にも二人三脚で進めてきたももののなわけでですね一連みたたいだ、昨日の今回の戦争が始まったからパトルシェフ氏はいいろろインタビューに応じたりとかです、ね、あのまあそれは非常にそのウクライナに対して、まあ、ウクライナが将来ばらばらになるとか非常にう厳しいことを言うんですけれども非常に露出度が高くなってきて自分を目立たせようとする動きというのも目につくということで、うん、あの何か隙あらばというようなことを動きが見えなくもないしプーチン大統領がそういうようなものを感じてもおかしくはないというある種の緊張関係というのは内包しているんだろうなというふうに思いますね。 トのべいしも、プーチン大統領については、いろいろ健康不安を煽ることは言うんですけども。また、うん、なんこう、パトルシェフ推しというか、うパトルシェフ親子が、まあ、なんというかな、その、有力な、候補なんだよ、というようなことを。推してるんですか、まあ、あの、しし悪口は言わないですよね。という、ことが、まあ、そういうことも含めて、いろんな憶測を広げる要因にはなってると思うんですけれども。うん、まあ、でも、本当、何が起きているのか、ちょっと、これは、なんか、わからないですよね。辻さ、うん、どう見ますか。そうですね、やはり、ウクライナの戦争がうまくいっていない。そうすると、例えば、あの、民間軍事会社の、ワグネルのプリゴジンとの、うん、まあ、えー、プーチンなのか、あるいは、プーチンは、ともかくとして、ロシア。の体制側との割れ目が、まあ、だんだん強くなってきていると言われている、うん、まあ。えー プリ人の影響力が非常に下がっていいるという話、うん、それからこのいわば、えー、一年卓章でやってきたパトルシェフとプーチンの間も隙間風の予感予想がですねこうやって広まっていくやはり、えー、戦争を起こしたもののうまくいかないとそういういろんなこう亀裂や割れ目や隙間風というのがだんだん拡大しつつあるその時期なんだろうと思いますけど、まあ、ただその問題は 例えば SVR 将軍にしろソロウェイ博士にしろですねプーチンの耳に入っているのかいないのか、まあ、SNS とかは自分では見ないと言われてますけども誰も側近がまあ耳に入れてないとはなかなか思えないんですよね。えとなるとやはり相当その逆に耳に入れない人たちがいるとすればそれはパトルシェフのこと,ことが怖いのか、まあ、いろんなその恐怖や人間関係で今のような状況が出来上がっているのかもしれないし全く別の思惑で泳がせているのかもしれないしはっきり言って私には全然その真相は分からないんですけどただ一番の問題はそういう,こう割れ目や隙間風がこれからもっと大きくなっていけば最終的には別にパトロシェフ氏たちが描いているような構図にも収まらない可能性が あるのでではなないいかな<ー>ととうことですよねさんプーチン大統領よくインターネットは見ないとか携帯持たないというこれ YouTube でこういう先ほどのサービスの見たりとかチェックしたりそういうことは本くしてないわけですよ、ね、あの以前は、まあ、携帯も持たないという本に出たので見てない可能性が高いんだろうと思うんですけどもただまあ かなりこの今の,このロシア国内での,の SNS ですよね、プリゴジンの,この言動も含めて、全く知らないということはちょっとこう考えづらいので、はい、やはりある程度、察知し始めてるんじゃないかという気もするんですよね、ですからい、いつまでこういうその、えー、このプーチンの健康不安説なんかこう煽るような、こういう国内の,この発言が許されるのかどうかですね、はいはい、プリゴジン氏も含めてですね、まあ、その辺やはりこのプーチン大統領としても、えー、まあこれ、自分の,このもう政権の,その安定度に直接関わる問題ですから、はい、えやはりまあそこはあの気,気にするようになるんじゃないかというふうに思いますけれども。はいはい プーチン氏の権力が盤石とはどうも思えない中でさてプーチン大統領そしてパトリシフ氏今後、来年大統領選挙でどう乗り切ろうとするのかさ、うん、さてさんいい、かがでしょう。はあ、い、あのー、まあ、我々、選挙ばっかり注目してるんですけども、うん、来年3月の大統領選挙に向けて9月に統一地方選挙があります、はい、で年末にかけてまあプーチン大統領の出馬表明がまあ通例であればあるわけですよね。うん、しかしながら今日あのご指摘があったように、まあ、プーチンの健康不安の話とか側近が距離を置くような形になると本当にこのプーチン政権がこう結束してプーチンの再出馬の方にまあ向かっていけるのかどうか、うん、そこでまた一波乱があるのかどうかですね。やはり今後もこの内政状況というんでしょうか、うん、まあロシアにとって戦況が芳しくない中 やはりこの一枚岩になれないこのクレムリンが今後、大統領選挙に向けてどういう政治的な動きをこう示していくのか注目していく必要があるんじゃないかと思いますはい、はい、しかも、やっさん反転攻勢の影響選挙悪くなるほどまたこれ難しくなっていくという、はい、まあ選挙にもなるなわけですね,そ,うですねそしてこの後継の動きというのがまさにそのクレムリン内部で行われる、まあ、ソ連のような話ですよね、うん、そしてまあ今、われわれこうやって分析してのもまるでソ連のクレムリンノロジーと言われたようなです、ね、力関係とか露出とか言及とかそういうもので内部の力関係や距離を押しはかるような本当であればですよ今日ロシ,ア主権のあのロシアの日で民主的な国家に生まれ変わったはずなんですけども、はい、誰も その政党のトップが次の大統領候補になった、誰も思わなが影武の中でこうマーシにしていく、それも力関係で決まっていくという国にロシアがなってしまったということが、まあ、そもそもの今回のウクライナ侵略の原因になっているんだろうと思うんですよねだからそこを今後どうやって立て直していくかい非常に大きな長い課題です、はい、プーチン大統領の今後、ポストプーチンについてもまた今後もお伝えしたいというふうに高齢だった故・エリザベス女王は長年馬車に乗ってパレードに参加していましたがチャールズ国王は37年ぶりに馬に乗って参加。 沿道には多くの人たちが詰めかけ祝福しました最後に国王ら王室メンバーがバッキンガム宮殿のバルコニーに姿を見せイギリス軍による変態飛行を見守りましたその中に国王の次男で王室を離脱したヘンリー王子夫妻の姿はありませんでした昨日夕方、仙台市の沿岸で泳いでいた男女2人が溺れ 女性性はは救助さされれ無事でししたが、が男性は死亡が確認されまきのう午後6時前仙台市若林区の深沼海水浴場付近で男女2人が溺れているようだと付近で釣りをしていた男性から消防に通報がありました。 一方、二十六歳のロシア人留学生の男性は。およそ一時間後に発見され、死亡が確認されました。深沼海水浴場は東日本大震災後は遊泳禁止となっていますが。女子大学生は暑かったので、二人で泳いでいて溺れたと話しているということです。千葉県の寺で火事がありました。昨日午後十時ごろ。 鴨川市宇津住の根性院で平屋建ての建物が燃えて住職たちが消火活動をしていると通報がありました警察によりますと物置として使われているかやぶき屋根の旧本堂が焼けたということですがけが人はいませんでした警察と消防が出火原因を調べています林外務大臣は17日 北京に向け移動中のアメリカのブリンケン国務長官と電話会談を行い中国をめぐる諸課題に日米が緊密に連携していくことを確認しました外務省によりますと林外務大臣は17日夜アメリカのワシントンから中国の北京に向け移動中のブリンケン国務長官とおよそ10分間電話会談を行いました。 ブリンケン氏からは中国訪問に関するアメリカ政府の考え方について説明があったということですそして両外相は中国をめぐる諸課題に引き続き日米で緊密に連携していくことで一致したということですアメリカのバイデン大統領は来年の大統領選挙に向け初めての選挙集会を開きましたただ再選に向けた環境は盤弱ではないようです バイデン大統領がステージ上に姿を見せました再選に向けて選挙戦を本格スタートさせます done, so, バイデン大統領は17日東部ペンシルベニア州で自身を支持する労働組合を前に初めての選挙集会を開き 多くの雇用を生み出し中間層を押し上げてきたと実績をアピールしました支持者は今年81歳となる年齢についても問題ではないと強調しますが世論調査での支持率は4割前後で推移不支持が上回っています さらに共和党のトランプ前大統領がバイデン氏を上回る調査もあり。再選に向け厳しい選挙戦が続きそうです。ロシアのプーチン大統領はウクライナ情勢をめぐり。和平仲介に意欲を示すアフリカ7カ国の代表団と会談し。和平交渉を拒否しているのはウクライナ側だと主張しました。 17日行われたアフリカの代表団との会談でプーチン氏はウクライナが去年3月にロシアに提示したとする停戦合意の草案となる文書を示して彼らはそれを歴史のゴミ箱に捨てたと述べウクライナ側が態度を翻し交渉を拒否したと一方的に主張しました交渉をめぐっては当時キーウ近郊ブチャでの多数の民間人殺害が明らかになり その後の進展は見られませんでした会談で南アフリカのラマポーザ大統領は交渉と外交を通じて解決すべきだと主張侵攻が食糧危機などを引き起こしているとして戦争を終わらせなければならないと訴えました横浜市で78歳の男性が男に棒のようなもので殴られ死亡した事件で 警察は今日男性を殺害したとして64歳の男を逮捕しました。この事件は今年2月20日の夜横浜市戸塚区の歩道で藤沢市の柴田哲次郎さんが男に棒のようなもので殴られ死亡し男が逃走していたものです。警察は今日柴田さんを棒のようなもので殴り殺害したとして殺人の疑いで。 現場近くに住む戸塚区の会社員服部茂雄容疑者を逮捕しました警察によりますと服部容疑者は柴田さんの後ろから近づき複数回殴ったとみられるということです服部容疑者は取り調べに対しやっていませんと容疑を否認しています昨日、埼玉県川口市のコンビニエンスストアに乗用車が突っ込み高齢男性が死亡した事故で 車を運転していた男性は免許を持っていなかったことがわかりました昨日、川口市のコンビニエンスストアに乗用車が突っ込み近くを歩いていた坂本翔一さんが死亡しましたその後の捜査関係者などへの取材で車を運転していた男性は免許を持っていなかったことがわかりました男性の家族は今まで運転したことがないと警察に説明していて 家族の運転を真似て車を運転していたとみられます。男性には知的障害があるということで、警察は慎重に捜査を進めています。軍と準軍事組織の衝突が2ヶ月以上にわたって続くアフリカ・スーダンの首都で、17日空爆があり、子ども5人を含む17人が死亡しました。スーダンの首都ハルツーム南部で17日空爆があり、 ロイター通信は、ハルツーモ保健省が子ども5人を含む17人の死亡を確認したと報じました。また、住宅25棟が破壊されたとしています。国連によると、今年4月に激化した軍と準軍事組織 RSF の衝突の影響で、これまでに数百人が死傷し、220万人近くが避難を余儀なくされています。今回の空爆がいずれの勢力によるものかは明らかになっていませんが、 AP 通信は衝突が始まって以降、都市部にあった攻撃では最大規模の被害だと伝えています。アメリカがベトナム戦争から撤退するきっかけの1つとなった国防総省の機密文書、いわゆるペンタゴン・ペーパーズをメディアにリークしたダニエル・エルズバーグ氏が亡くなりました。92歳でした。 1931年、中西部シカゴで生まれたダニエル・エルズバーグ氏はシンクタンク、ランド研究所での勤務を経て国防総省や国務省などで働き戦争下のベトナムにも派遣されました1967年、ランド研究所に戻ると後にペンタゴン・ペーパーズと呼ばれるベトナム戦争に至る政策決定の経緯や戦況の分析をまとめたおよそ7000ページにわたる国防総省の極秘文書の作成に従事。 1971年ニューヨークタイムズなどにこの文書のコピーをリークしましたこれによりアメリカの歴代政権が泥沼化する戦況を隠しながら戦争を拡大していたことが明るみになり米軍撤退につながるきっかけの一つとなりました一連の出来事は映画のモデルにもなっていますエルズバーグ氏自身は機密漏洩の罪などで起訴されましたが控訴は棄却されましたエルズバーグ氏の家族の発表によりますと エルズバーグ氏は16日カリフォルニア州の自宅で膵臓癌のため亡くなったということです。92歳でした。アメリカ財務省は16日日本を通貨政策の監視対象から除外しました。2016年に指定されて以降除外されるのは初めてです。アメリカは対米貿易黒字が著しく大きかったり。 継続的な為替介入を行ったりする国や地域を通貨政策の監視対象に指定し為替操作に目を光らせていますアメリカ財務省が16日発表した報告書では中国や韓国、ドイツ、台湾など合わせて7つの国と地域が監視対象とされ日本はこの制度が始まった2016年以降初めて除外されました 基準の一つである形状黒字が円安や資源の高騰で縮小したことで対象から外れました日本は去年秋円安が進んだことを受けて24年ぶりの円買ドル売り介入を行いましたが継続的な介入とは認定されませんでしたイギリスチャールズ国王の誕生日を祝う行事がロンドンで行われました 十七日、ロンドン中心部でチャールズ国王の誕生日を祝う行事が行われました。チャールズ国王は現在七十四歳、十一月生まれですが、イギリス王室では伝統的に皇帝に恵まれやすい六月に公式の祝賀行事を行います。チャールズ国王の誕生日祝賀行事は去年九月の即位後初めてです。高齢だった皇エリザベス女王は長年馬車に乗ってパレードに参加していましたが。 チャールズ国王は37年ぶりに